最近もらったコメントでね、すごく印象的だったものがあって、ハイチさんがそんなこと言うなんて失望しました。もっと優しい方だと思ったのに、っていうね、コメントがあったんですよ。皆さん失望させたらごめんね。申し訳ないんですけど。で、昨日のさ、動画の冒頭とかもそうだね。あれ本心で言ってるんですけど、まあああいうことを結構言うわけです、自分は。きついことも言うから。でも、全部本心で話したいんですよ。カメラの前では。ダメなことはダメだし、無理なことは無理って言うし。勉強できない子がさ、明日東大の受験ですって、受かりますかねって、受からねえよって話なんだよ、そんなの。って言っちゃうし、俺は。でも、可能性があるものは可能性があるって言っていきたいの。闇雲に今の成績だけ見て、半年後の受験に受からねえよっていう、それはね、ないだろうって。3ヶ月だったら人は変わるもん。成績だって変わるし。って思ってる。自分がそうだったからさ。だからそれを言ってるだけ。だからもし、甘い言葉とか、優しい言葉だけを期待するんであれば、自分の動画見ない方がいいかな。これからいろんなこと言うと思うから。まあその辺は判断任せるんですが、それでもいいよっていう方は、よかったらね、これからも動画見てみてください。どうも、ハイチです。昨日の動画で目標は低くという話をしたんですが、今回は志望校は高くっていう話をします。え?っていう感じがするかもしれないけど、すごく大事なことです。まず、志望校に関しては別に1校に決める必要はありません。複数持っててください。特に大学受験の方なんかは複数あっていいと思います。で、その中で、一番自分が志望してるところ、ここに行きたいって思うところは、できる限り高いところに設定しておきましょう。なぜか。それはですね、みんなもちょっとイメージしてほしいんですけど、目標っていうのは、例えばここまでの目標って設定します。これは勉強だけじゃなくてもです。ここまでの目標って決めた時に、それをめちゃくちゃ上乗せして達成することってあんまりなくないですか?やっぱり目標をここに設定したら、この辺で達成するかしないかみたいな。まあ、達成大きくしないっていう経験はあると思うんだけど、達成してもちょっと達成みたいなことが多いですよね。つまり何が起こるかっていうと、偏差値、例えば60のところが第一志望とします。ただ自分が今50ぐらいだから、ああ、きついな、偏差値上がるから無理かなって思うとします。でも、60を志望してるのに、じゃあ52ぐらい、その下の安全校だね、どっちかというと、そこに変えたとします。52を目指したら、よくて52だよ。伸びても。60になることはない。でも、60を目指しておけば、行って60届けば OK じゃん。受験受かるかもしれない。可能性が出てくると。でも、60届かなくても、57ぐらいで、まあ、届かなかった。それ受ける受けない。そこの判断また出てくるけど、57までしか伸びなかったと。でも、57になったとして、じゃあ、受験いざとなった時に、ちょっと厳しいから、じゃあ52のとこ受けようって言って52を受けたら、高校とか、まあ、大学に進学した時に、57の偏差値、学力を持って入ることができる。これってすごく大事なこと。高校とか大学は入ることがゴールじゃない。そっからスタートが始まるの。その時のスタートの状況、自分のモチベーションっていうか、モチベーションもそうだね。学力もそうなんだけど、そういったものができる限り高いところに設定しておく。高い志望校を掲げると、親とか特にね、保護者の方に言われると思う。いや、無理よ、あんたって。先生にも言われるかもしんない。受験まで半年以上あるのに無理とか決めんじゃねえよって話なんだよ。人は変わるから。これが受験1週間前とかだったら無理だよ。なかなか変わらない、そこまでは。でもまだいっぱいある。夏休みもまだある。これから本気で変わろうと思ってる人は変わるから。だから、夏休み入ると思う。その時に、できる限り無理かもって思う気持ちをまずギュッて振り絞って、ポイってして、高めのところを目指して、そこに届くんだって、そこまでやってやるんだっていう気持ちで、ぜひね、夏休みに突入してもらえたらと思います。